あーもうちょっと前がいいな。こう？そうそうそういうことそういうこと。オッケー。あれ？これが私の父だ。凝り性の彼は興味が湧いたものは後先考えずに買い集め、今はカメラに夢中。これじゃない？あ、本当だ。すげえな南。つうかオートにしただけだけど。これがお姉ちゃん。勉強ができてマンドリンもとても上手。でも時々私を子供扱いするところは問題。いいよ、じゃあニコって笑って。いきます。あ、待って、ミプリ背中猫になってる。これが私のお母さん。お父さんと違ってリアリストのしっかり者。ダメダメ、記念写真だから。お父さんとはいつも喧嘩してる。よし、オッケー。背筋伸ばして。おいおい、あんまり前行くんな、ピント合ってんだから。けどこんなカメラ買うから。お父さんが買ったのは一度も見たことがない。そういうのを豚に小判って言うんです。聞いた今。仲はいいんだけど、この二人がどうして結婚したのか未だに私には謎。ねえ、まだ？あ、ごめんごめん。オッケー。じゃあ、いい絵いただきますよ。だからオートだってば。ミポリ、笑って。いきますよ。この年、私は中学生になった。はい、もう一枚いくよ。なんか、やだな。まだ言ってる。すぐになれるって。そうかな。そうよ、同じ小学校の子だってたくさんいるんだし。でも同じクラスになんないかも。すぐに友達なんかできる。何でもそうだけどプラスに考えなさい。ミポリン、さとかちゃん、おはよう。おはよう、ミポリンママ。ね、見て、アスナちゃんいるよ。ほんとだ。おはよう。おはよう。緊張してる？ね、してない。してるよ。私はミポリンと呼ばれた。そして私は13歳と7ヶ月で命を終えた。丸井倉君のところもうちょい色分けはっきりすると分かりづらいです。はい、分かりました。あ、佐藤さん、コピー20分お願いします。はい、足に修正した冒頭の部分なんですが、うん、OK です。何やってるの？あ、何って、あの、今さっき入学式から帰ってきたとこで。そっちが佐藤さんの？あ、あの、今俺プレゼン終わったんだけど、部長にさ、パラグライダー誘われちゃって、うん、いや俺前にも話したと思うんだけど、もう断りきれなくてさ、今週の日曜日。うんうん。あれ、もしもし聞いてる？聞いてます。で、で、で今度はそのパラなんとかにお熱あげるわけ？いやいや、そういうわけじゃなくて。そういうわけじゃないっていつもそうじゃない。今のでカメラ何台目？カメラの前のプラモデルは今度南高校に行くんだよ。そういうこと考えてる？なるほど、その件に関しましては後ほど。失礼します。机の上にある手紙、時間割表が全て揃っているかどうか黒板を見て確認してくださいね。数が足りない人は言いに来てください。あと手紙の中に自己紹介カードと書かれた紙があると思います。明日のホームルームはこれを使ってみんなに自己紹介をしてもらおうと思います。まだわかんない。そこの2人、本当に何もありませんか？わからないことを放っておくと後で困りますよ。岡崎さん、どうですか？
質問ありませんか？岡崎さん、どうしたの？大丈夫？岡崎さん、岡崎さん、どうしたの？誰か保健室行って先生呼んできて。あ、お姉ちゃん、メモ読んでくれた？うん、今石田先生のところ。血液検査してもらったんだけど、まだ時間がかかりそうなの。なるっけ？川になるよ、一回は。よいしょ。えい、ほら。あ、どう？うん、もう大丈夫。ありがとうございます。あー、でも入学祝いのケーキはやめといた方がいいかもね。先生に聞いていいって言われたのに。あ、先生、ケーキは食べて大丈夫？え、うん、平気だけど。もう食べ物の話？相変わらずだな、ミポリンは。血液検査の結果、異常は見られませんでしたよ。そうですか。お薬用意したからね、ちゃんと飲むのよ。苦くない？大丈夫よ。頭痛薬と吐き気止めです。ありがとうございます。ちょっと待ってて、お薬もらってくるから。本当に異常はなかったんでしょうか？あれから10年だし、再発とかっていうこと。ご心配なく、白血病は完治してますよ。入学式で緊張したんじゃないかな。繊細な子だし。けど早いわね、あれからもう10年。私も年を取るはずだ。2歳の時、私は白血病になった。その時の記憶はほとんどない。でも、あの時に見ていた天井のことだけは、今でも時々思い出す。マス目の一つ一つが、私には小さな窓に見えて。うん、うまいこれ。でもあれだね、入学祝いでお粥っていうのもなかなか渋いね。お姉ちゃん、お水の量間違えちゃったの。言わないでよ。何が炊いたのね。なるほどね。いちいち納得しなくていいから。でもやっといてくれて助かったよ。ありがとう、お姉ちゃん。あ、今日ミポリン学校で具合悪くなっちゃって病院行ってきたの。病院？でも大したことないの。中学生になって緊張したみたい。うん、じゃあ南のお粥は正解だったってわけだね。なんでそこに持ってくかな。で、もう大丈夫なの？うん、さとかちゃんもかなちゃんも同じクラスになれたし、英語の塾も一緒なの。よかったよね。あ、塾に行く気になったか。行かせるの。勉強だけはしっかりしとかなきゃ。お姉ちゃんと一緒の高校行きたいんだもんね。それは南が西高に受かってからの話だろ。それ冗談に聞こえないから。そうよ、一生懸命頑張って合格するんだから、そういう言い方しないで。はい、ケーキ切ろうかな。南、手伝って。はーい。お皿並べて。はい。また負けたね。チーズ。地震とかあったの？これね、こっから撮れてんの？これ知らない。出た、知らない。どうすんのよこれ。もうさ、あー、椅子、椅子も取れた、椅子も取れた。もうダメだ。おはよう、美穂、起きて。もう起きないと遅刻だよ。なんかだるい。何言ってんの。夏音先生も大丈夫って言ってたでしょ。ぐずぐずしないで、起きてよ。お父さんだけ。大丈夫、行ってきます。あ、気をつけてね。早いんだな、南。朝練なの。行ってらっしゃい。行ってきます。美穂、おはよう。おはよう。お薬、カバンの中入れとくから、お昼の後忘れず飲んでね。いい、美穂リン。
はい。まだ具合悪いの？眠いだけよ。大丈夫だよね、ミポリン。まあ、なんとか。元気出して。担任の小坂先生だって評判いいんだし、何にも心配いらないって。評判いいんだ、担任。うん、優秀で教育熱心だって。教師なんだから教育熱心じゃなきゃ困るよな。いただきます。いただきます。うん、うまい。幼稚園の時泣き虫だったけど。ミポリン、幼稚園一緒だったの？ずるい。そこの3人、真剣にやれ。すみません。ほら、ミポリンの番だよ。はい。大丈夫だよ。お母さん、お話が。先ほどの CT 検査の画像です。右の前頭葉に腫瘤が見つかりました。あの、腫瘤って何ですか？まさか前の病気が。あ、いえ、白血病の再発なら血液検査で異常が伴うはずですが、今回それはありませんでした。じゃあ美穂は別の病気に。詳しいことはまだ分かりません。それを確かめるためには病理検査を兼ねた脳外科手術が必要です。手術？すぐに小児病棟への入院手続きを。先生、あの、気をしっかり持って。さとこ、美穂が入院ってどういうことなんだ？あの頃はいろいろなものが見えたのに、この時は何も見えなかった。なんで検査なのに手術するんだ？頭の中に何かあるかもしれないって。レントゲンで何でも分かる時代じゃないのか？分からないよ、私に聞かないで。今夜から私もここに。なんか必要なものがあったら言ってくれ。明日の朝会社行く前に持ってくるからさ。元気出そう。10年前の病気とは関係ないんだろう。それが救いじゃないか。じゃない。やっぱりまだ届かないよ。え？天井。
の頃は大きくなったら届くと思ってたけど、あの時そんなこと。あ、ちょっとちょっと、ほらもう寝よ。お父さんはもう寝てると思って帰っちゃったよ。明日の朝着替えとか持ってきてくれるって。私いつまで入院？手術しなきゃならないからしばらくはね。手術？心配しないで、検査のための手術だから。痛いの嫌だな。痛くなんかないって。夏音先生安心して。先生嘘つかないもんね。だったら大丈夫か。何にも心配いらないよ。ちゃんと検査すれば大丈夫。美穂は神様に守られてるんだから大丈夫。では右前頭開頭による腫瘍摘出術を開始します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの。先生、頭蓋内圧がかなり高いと思われますのでハイパーベンチでお願いします。わかりました。 D マニトール200開始します。はい、お願いします。レベル4。はい。脳腫瘍のうち最も多いのが神経膠腫、通常グリオーマと呼ばれるものです。グリオーマにはいくつか種類がありますが、悪性度によって大きく4段階に分けられ、最も悪性なものがレベル4の神経膠芽腫、グリオブラストーマと言われているものです。手術では右前頭葉のこのグリオブラストーマを可能な限り摘出しました。可能な限りって？脳の中は複雑に入り組んでいて完全に手術では摘出できないの。じゃあまだあの子の頭の中には。残念ですが数ヶ月以内には再発すると思っておいてください。待ってください。じゃあまた長い手術を。場合によっては。でもその前に放射線療法と抗がん剤を用いた化学療法とで治療を進めていくつもりです。それで、それで娘は治るんでしょうか？正直に申し上げて、治療がうまくいった場合でも5年後の生存率は 10% です。たったの？最悪の場合余命は1年ほどと考えてください。死なない。あの子が死ぬわけがない。あなた、美穂が死ぬって思ってるの？いや、俺は。私は思わない。そんなこと絶対に思えない。美穂は必ず治る。血病の時だってあの子たったの2歳だったのよ。それなのに頑張って治療して一生懸命あの子克服したじゃない。そうでしょ？ああ。美穂は神様に守られてるの。10年前私そう感じたの。だから美穂は大丈夫。あの時みたいに頑張れば病気だって絶対。もし美穂がくじきそうになったら私があの子を支える。どんなことがあったって
美穂を死なせたりなんかしない。お父さん、お風呂は？後でいい。検査なのにどうしてそんなに時間かかるの？お母さんいつ帰ってこれる？わかんないな。マンドリンの発表会来てほしいんだけどな。先にお風呂入っちゃうよ。毎週日曜は打ちっぱなしに行かれてるみたいなんですけど、それでどうしました？あ、ごめん、ちょっと待ってて、すぐ持ってくる。いらっしゃいませ。絵手紙をお書きに？絵手紙？あの、ご自分で絵を描いて絵はがき代わりに送られる方が増えてるんですよ。へえ。日記代わりに書かれる方もたくさんいらっしゃるようですよ。あ、じゃあこれ書くセットください。あの、ただあいにく品切れでしてお取り寄せになりますが。はい、お願いします。ねえ、お母さん。ん？お父さんとお母さんの夢を見た。夢？うん、お父さんがね、お母さんに怒られてた。なんでかわかる？またなんか変なものに凝り出したとか。やっぱり分かっちゃうよね。お父さんね、ベルト集め始めてた。ベルト？ズボンの？それがみんなお父さんのウエストに合ってないものばっかりな。なんか正夢になっちゃいそうだね。ねえ、お母さん。鏡ある？あったら見たいな。すごいことになってるけど覚悟はできてる？大丈夫。白なまんじゅうみたい。こうすると焼いた餅になるよ、お母さん。ほら。みよ。この頃、私が気に入っているものが3つあった。1つは
笑った時にできるエクボ。これは小さい頃からの不動の一位。一つは1年前家族旅行の時にお父さんが撮った写真。写真を趣味にしている人が撮ったとは思えない下手っぴさがとても気に入っていた。そして最後の3つ目は、どう？いい、すごく。ちっちゃくない？大丈夫。お母さん、ん、ありがとう。長かったね。ごめんね。あ、でもまた戻らなきゃいけないの。退院したばっかりなのに。うん、あ、病気は大したことないんだけどね。検査がたくさんあって。お家のこと任せっきりで大変だと思うけど、もう少しだから我慢してね。あ、ねえねえ、これどう思う？美穂にパジャマ作ってあげようと思って買ってきたんだけど、どうかな？マンドリンの発表会は来れない？ちょっと無理かな。あ、でも代わりにお父さん行ってくれるって。もう中学生だもんな。幼すぎたかな。いいんじゃない、喜ぶよきっと。何してるの？びっくりした。おかえりお姉ちゃん。ピポリン元気になったよ。それで今 CD 借りようと思って。出てって。病気なんだからおとなしく寝てなさいよ。早く出てって。どうかな、好きじゃない？ううん、好き。よかった。よし、じゃあ寸法測っちゃおう。はい、手あげて。ねえお母さん。うん、お姉ちゃんは？あ、みなみ、もう手作りのパジャマなんて着てくれないよ。そうかな。後ろ向いて。去年より大きくなってる。大きくなってるよ。病気なんか吹っ飛ばせるね、美穂。ごちそうさま。デザートにアイスあるよ。後でいい。ただいま。ただいま。あ、ご飯後でいいや。ちょっとみんなこっち来て。みなみもこっち早く。なに、いいから早く来て。はい、集合集合。みほじゃん。どうこれ、すごいしょ。なに？いや、何って絵だよ、絵描くやつ。それは見たらわかるけど、今度は絵なわけ？いや、俺じゃないよ、ミポリンの。ん？メホの？絵手紙って言うんだって。絵手紙？うん、これだったらさ、ベッドの上でも書けるし、友達のハガキみたいに送れるだろ。ちょっとミポリン、これちょっと持ってみ。これもこれもこれも。あ、似合う、似合うね、なんか。え？絵描きさんなれんじゃん、ほら。あ、ミナミ、ミナミ、こういうのもあんの、ほら、見て。何？これこれさ、なんていうか忘れたんだけど、あの絵のさ、横のところにあの画家の名前みたいなハンコみたいなの押したんだろ、あれ。そんなものまで。で、まあこれをどんな字にしようかっていう相談なんだけど、みなみ、なんかいいのある？え、え、ないの？え、さとこは？
岡崎出た。普通普通だよ。なんかいいのないの美穂、自分のなんだからさ、なんかとっておきのやつ考えてよ。なんかほほ美穂のほほね、まありっちゃありなんだけど、なんかほよりぽじゃない。ぽみぽりんのぽだよ。何を。ナイス。できた。うん、うまいね。よし、じゃあ、あとはお父さんに任せろ。よし。よいしょ。懐かしいな。よし。気をつけてね。これ昔得意だったんだよな、彫刻刀。あなたのことじゃなくて、失敗したらそっちがもう後がないでしょ。ですよね。お姉ちゃん、ありがとう。どうして美穂に絵を。さっきも言ったけど、絵だったら美容室でも描けるじゃん。わかるけど、絵って残るでしょ。病気の時に描いた絵なんか私。いや、何でもよかったんだ。絵手紙を見た時にさ、美穂が喜ぶと思ったんだ。喜んでさえくれれば何でもよかった。俺も美穂が治るって信じたいんだ。絵だったら治ってからでも続けられるしさ。この夜、お気に入りが一つ増えた。あら、いい匂いがすると思ったら、お父さんが買ってきてくれたの。まだ食べちゃダメだよね。もう少しの我慢かな。だってさ、何、自分が食べたいんでしょみぽりん桃とか果物大好きだもんね。あの頃もスイカ食べたいよって大きな声で言ってたっけあの頃って2歳の時。うん、なっちゃんスイカ割りしたいよってなっちゃんって夏音先生のこと。そうだよ注射ばっかりするからなっちゃんが嫌いなものの第一位だってあ、今でもそっか美穂ちゃんの治療には IMR 療法を施すことに。 IMR 療法。インターフェロンベータとサイメリンという抗がん剤の投与と患部への放射線の照射を組み合わせた療法です。効果は患者さんによって違うから、やってみないとわからないというのが現状なの。でもそれで良くなった人もいるんですよね。可能性がないわけじゃありません。だったらお願いします。美穂のためにどんな治療でも試してみてください。わかりました。 IMR 療法の治療スケジュールをご説明します。この療法では14日間インターフェロンを投与します。第1週目には1日2回朝晩30分の点滴で投与します。パジャマ、お母さんに作ってもらったんだって喜んでましたよ先生も作ってもらったらですって
美穂、入院する前より大きくなってました。縫ってあげるのにあの子の体測ったらちょっとなんですけど、身長も肩幅も大きくなってて、助からないって言われたのに、あの子の体は成長してて。だから、よろしくお願いします。はい。どうしたの？ごめんごめん、続けて。上手ね。すごい。ほらお母さん見てください。私はこの時代わりのものを手に入れた。2歳の私にとって天井はいろいろな人や世界と出会わせてくれる窓のようなものだった。絵はあの頃の私が見ていた不思議な窓の代わりになった。へえ、うまいもんだな。でしょ、うん、他のも見て。食べ物ばっかだな。食べたいのに食べられないから。そうだよな。ありがとう。美穂、絵を毎日生き生き描いてる。描くんだもん。病気になんか負けるわけがない。うん、土日は俺が来ようか。そしたらお前も家に帰れるし。私はいいの。ミポリンのそばにいてあげたいから。ただいま。おかえり。ただいま。ごめんな、遅くなって。病院寄ってきたんだ。お母さん、今度はいつ帰ってこれるの？来月だな。あ、俺のこと土日はいいからさ、病院行ってくれば。お母さんと話したいことたくさんあるだろう。別に何もないけど。晩飯今から食うよ。いつもありがとう。30分ぐらいで済むからね。はい。夏
音先生にお薬のことを聞いたけど、難しくてよくわからなかった。薬を打つと気持ち悪くなったり熱が出た。副作用っていう言葉をこの時初めて知った。副作用を治すお薬もあればいいのに。治療のために入院と退院を繰り返した。家にいても絵を描いた。絵を描いている時は少しだけ病気のことが忘れられた。蚊？蚊に刺されたの？どこどこどこ？あ、これだ！かゆい。かわいそう。これかゆそう。よっかけてんね。私の絵を見るのを楽しみにしてくれていた夏音先生は、絵が描きやすいように手に点滴を打たない方法を考えてくれた。ひぃ。それでもお薬の後はつらかった。小さい頃注射をする夏音先生が嫌いだったように、副作用の時少し夏音先生が嫌いになった。お母さんに中学の夏の制服が着たいとわがままを言った。みほ。すると魔法のように夏服が出てきた。よし、どう？よかった。絵は毎日描いた。そうしているうちに、私の絵はミポリンの絵手紙と呼ばれるようになった。楽しみながら絵を描いて、いろいろな人と出会えるのが嬉しかった。でも時々気がつくと、お母さんがいなくなった。リンゴリンゴ医者いらずか。複雑。そんな深い意味はないんだってば。分かってるって。でもほんと食べたくなるよね。ね先生。うん。岩瀬先生が。あ、ちょっと待っててね。ここに気になる小病変が。まさか再発の可能性が。午後は中止にします。はい。今から MRI 撮影を。じゃあ今日は薬ないの？そうだね。やった。すぐに準備を。はい。ベッドの中に入っていきます。
ミポリン、大丈夫か？うん、全然元気だよ。あ、そっか。お姉ちゃん、先ほど撮った美穂さんの MRI 画像です。新たなグリオブラストーマが認められました。残念ですが、これまでの治療は効果がなかったことを示しています。何が残念なんですか？他にも治療法はあるんじゃないですか？試してみてください先生。あの子は頑張り屋なんです。どんな治療だって大丈夫です。先生は知ってますよね、あの子がどんなに頑張ってるか。白血病が治った時だって先生おっしゃってくださったじゃないですか。克服できたのはあの子の生命力があったからだって。今だってあの子は治せます。どんな病気だって絶対に絶対に。落ち着いて、落ち着いて。落ち着いてます。私はあなたたちが美穂のことちゃんと見てくれてないだけじゃないですか。もう一度手術をする方法はあります。ただし今度は腫瘍を摘出するために脳の重要な部分も一緒に切除しなくてはならず、脳にかなりの損傷を与える恐れがあります。どういう意味ですかそれは。障害が残る場合があるということよ。どちらにせよ辛い選択になります。ご主人とよく相談して。待ってください。手術やってください。腫瘍が取り除けるんだったら手術を。障害も美穂は乗り越えます。あの子はああ見えて強い子なんです。母親の私が言うんだから間違いありません。バイバイああいう子がたくさんいるんだって。ミポリンの絵を見に来てんだよな。お母さんまだかな。え、ああそういえば遅いな。お姉ちゃん受験勉強頑張ってる？高校にもマンドリン部あるんだよね。ああそういえば確かあったな、パンフレット載せた。お姉ちゃんマンドリン続けるんだよね。ミポリンもマンドリンやってみたいんだ。だから続けてよ。え、ミポリンマンドリンやりたいの？うん、お姉ちゃんが練習してるの見てるだけで楽しいから。んねえ、マンドリン部ってさ、授業も受けられないのに部活なんかできるわけないじゃない。おい、ミナミ。私帰る。お姉ちゃん受験勉強で疲れてんだ。ちょっと待ってな。おい、ミナミ待てって。おい、ミナミ、どういうつもりなんだよ。あんな言い方ないだろう。日本の立場を考えてみろよ。あんなこと言われたら誰だって。あんな絵描いて楽しそうにしてるじゃない。お母さんだってずっとそばにいてくれるじゃない。わかった、家に帰るって美穂とお母さんに言ってくる。ちょっと待って。佐藤子、障害が残るかもしれないって
そんな手術をするってお前。美穂は大丈夫よ。何が大丈夫なんだよ。やっぱりあなた信じてない。美穂は死ぬって思ってる。そういう話をしてるんじゃない。だったら何もしないであの子が死んでいくのを待ってろっていうの。私は嫌よ。どんなことしたってあの子を助ける。私たちが頑張ればあの子は答えてくれる。美穂は死んだりなんかしない。私たちよりずっと強いのよあの子。来てたんだって。ずっと先生と話。あのね美穂、また検査のための手術しなくちゃならないんだって。でも心配しないで、前と同じような。美穂本当にね、検査のための手術だから。だから一歩り神様に守られてなんかいないって手術したってまた何回も入院しなきゃいけない。そしたら学校にも行けないし、さとかちゃんにも会えない。マンドリン部にだって入れない。私なんか死んじゃえばよかった。2歳の時に死んじゃえばよかったんだ。もう嫌だ、手術なんて嫌だ。注射も薬もこんな病院もみんな嫌だ。こんな良くなったら美穂の好きなこと何だってしていいんだから。バンドリンだって絵だってちゃんと勉強したらもっともっと上手になれるんだよ。ねえ、だから泣かないで。美穂に泣いた顔は似合わないよ。この時お母さんに少しだけ意地悪をしたくなった。ねえお母さん。うん、何。少しだけでいいから外に出たい。お母さんは私が思ったより軽かったから少し驚いたかもしれない。でも怖い子だよ。お母さんの背中だって私が小さい頃よりずいぶん小さくなったんだから。小さな背中からお母さんのいい匂いがした。氏名岡崎美穂さん、年齢13歳、血液型 A 型、体重 20kg、 右前頭葉から脳梁に浸潤したレベル4のグリオブラストマです。
今回は腫瘍を可能な限り切除する予定です。では始めます。よろしくお願いします。頑張ろうね。大丈夫。一回寝てもらっていい？また副作用と戦わなきゃならなかった。でも苦しむ私を見ているお母さんもきっと辛かったんだと思う。失礼します。すぐ良くなるからね。数えきれないぐらいの薬が私の体に入っていったのに、あれはみんなどこに行ってしまったんだろう。なった左手のトンネルを抜けてどっかに行ってしまったんだ。その時はそう思った。異常なし。ねえ夏音先生、うん、母さん病院に泊まらなきゃダメなの？うん、どうして？母さん大丈夫かな？いいなあ、ミポリンは優しくてお母さんはね、ミポリンのそばにいたいのよ。お母さんの元気のもとはミポリンだから、ミポリンは笑顔でいてあげて。そうすればお母さん元気100倍間違いなし。うん、はあ、うちの子もミポリンぐらい優しかったらいいな。高校生なんだけどね、毎日パソコンゲームばっか。大丈夫だよ、夏音先生のこと本当は好きに決まってるから。そうかな。で、やだ、ミポリに励まされてるこんなだからダメなんだよねカレー。いいね。何カレー？美穂、大丈夫大丈夫。お願いします。また痙攣です。この頃、嫌いなものが3つあった。一つはいつ来るかわからない痙攣、二つ目は点滴を運んでくる時のタイヤの音、三つ目はエクボが亡くなった自分の顔、そして私の病気は再発した。もう一度手術をしてもらえませんか？